この動画は、今ご覧になっている、皆様のおかげで成り立っています。ありがとうございます。皆さんおはこんばんちは、うぷ主の親友です。今回のレースは、エクトルエクエスで、秋華賞です。このレースを勝てば、3歳牝馬3冠達成です。まあ、3冠取りに行く理由は、本馬場入場時に、エクトルエクエスの名前の上に、牝馬3冠って表示されてかっこよくなるだけです。ただそれだけのために、3冠取りに来ました。虹色ダッシュだぜ。14頭。まずまずのスタートといったところであります。先頭に立つのは何か。11番、ダイワスカーレット。先頭、3番、ザレバ。クイーンスプマンテが上がってまいりました。それから、13番、ウォッカ。もう一度先頭から紹介しましょう。ダイワスカーレットが先頭です。クイーンスプマンテ。ザレバがそのうちにいます。それから、ウォッカ。そのうちからは、4番、ラブカーナ。そして、6番手に、ピンクカメオであります。それから8番、ハロースピード。そして内からは6番、エクトルエクエス。その後ろでやりましょうか。西のマナ娘。その外からは、ローブデコルテ。14番、レインダンス。その外、7番、アルコセニオーラ。京都のスタンドが揺れています。エクトルエクエスは、6番手といったあたり、先頭は、ダイワスカーレット。外から懸命に、ウォッカー。エクトルエクエスが、2番手、先頭、ダイワスカーレット。ダイワスカーレットが、2馬身リード、ピンクの帽子、ウォッカー。エクトルエクエス、かわして先頭に立った。内から懸命に、ダイワスカーレット。1着、エクトルエクエス、3歳牝馬3冠達成。やったね、無敗の3歳牝馬3冠達成。この調子で、ワールドも頑張ってね。はい、頑張ります。久しぶりのワールド。そして、S の勝利を目指します。うん、期待してるよ。そろそろ S の勝利が欲しいからね。頑張ります。そして、新しい厩舎が選択できたので、厩舎をお引っ越ししました。ゲームを終了しています。ゲームを終了しました。またのお越しをお待ちしています。